難読漢字、漢検2級レベル、高卒程度の難しい漢字が全部で25問です。では始めましょう。第1問。この漢字、何と読む？正解は、たたずむ。ひとところにじっと立っていることです。第2問。この漢字、何と読むでしょう？正解は、用として。行方などがはっきりしない様子です。第3問。この漢字、何と読みますか？正解は、のこぎり。材木などを切断する大工道具です。第4問。この漢字、何と読むでしょう？正解は、雑踏。人で混み合うこと、人混みのことです。第5問。この漢字、何と読みますか？正解は、かつて。以前、昔のことです。第6問。この漢字、何と読みますか？正解は、敏捷。素早いことです。第7問。この漢字、何と読むでしょう？正解は、泡沫。泡、はかないことです。第8問。これ、何と読みますか？正解は、はしょる。省略することです。第9問。これ、何と読む？正解は、ひがむ。物事を素直に受け取らないで、曲げて考えることです。第10問。この漢字、何と読みますか？正解は、たわむ。しなる、曲がるという意味です。第11問。この漢字、何と読む？正解は、ねたむ。羨み、憎むことです。第12問。この漢字、何と読みますか？正解は、へそ。腹の中央にある穴のことです。第13問。この漢字、何と読む？
正解はことさら、わざと、とりわけ、特にという意味です。第14問、これ何と読む？正解は恫喝、脅すことです。第15問、この漢字何と読む？正解は絢爛、美しくきらびやかなことです。第16問、これ何と読むでしょうか？正解は貶める、見下げる、名誉を傷つけるという意味です。第17問、この漢字何と読む？正解は風靡、大勢の人に受け入れさせ従わせること、広く流行することです。第18問、この漢字何と読む？正解は小山、芝居で女の役をする男の役者のことです。第19問、この漢字何と読む？正解は蒼米、夜明けのことです。第20問、この漢字何と読む？正解は C、 その時々の気ままな思いつき、自分勝手な考えです。第21問、この漢字何と読みますか？正解は傲岸、おごり高ぶって威張っていることです。第22問、この漢字何と読む？正解はしだれ、葉や枝が垂れ下がることです。第23問、これ何と読むでしょう？正解は舌禍、発言による問題、混乱のことです。第24問、これ何と読むでしょうか？正解は結婚、血のついた跡のことです。第25問、最後の問題です。この漢字何と読む？正解は繁華、非売品などを実費で分けるときの価格です。